はい、こんばんは。伊豆旅行からもね、無事に帰ってきました。まあ、オフ会としては一泊だけっていうことだったんですけど、まあ、その後、まあ、ちょっと違うところに続けて、連続で、ました。あれ、まあもともとね、伊豆のあっちの方、南から西の方の、伊豆に旅行行くのが大好きだった私ですが、まあやっぱりね、ちょっとせっかく行ったのに、まああちこちね、ちょっと家族を連れてってやりたいなって思ってね、まあ天城荘っていうのは、まあ今回最初に泊まったあのオフ会やった、日の出さんのとこからすぐなん10キロぐらいのとこなんですけど、まあみんなで滝見に行ったりなんかしたら、まあぜひあそこの下にプールがあって露天風呂があるってもう分かっちゃったら、うちの嫁さんたちはどうしてもあそこ行きたいで、まあね、あの2700円ぐらい、その日帰りだと。で泊まると6500円、まあ泊まる金額自体はまあそう素泊まりでね、安くはないですけどね、まあ、だけどそこの温泉もプールも入り放題だと。まあ昔からあの伊豆のあのね、パンフレットなんかには必ずあの伊豆のあの神津大滝奈良だる温泉っていうとこが紹介されてて、どうしてもあの滝壺の近くのねところに行ってみたいという希望があったんでね、まあじゃあちょっといいかここでということでね、一泊してちょっと下田の方に遊びに行って、でそれからゆっくりホテルのね、露天風呂とかプールを堪能したらしいです。まあ随分楽しんだらしいですよ。それとね、その次の日はあの松崎って西伊豆の松崎の方にちょっと足伸ばして、本当は帰る予定でもう沼津の方まで行っちゃったんですけど、まあ帰ったって別にやることもねえしなみたいな。じゃあもう一泊するかって言って、この海っぺりのね、あの松崎の本当に海の横にあるホテルにちょっと泊まってきましたな、まあいろいろこう途中寄ったりご飯食べたりね、鮎の塩焼きなんていうのを初めて食べたんで、まあ美味しかったらしいですよ。もう私はあの鮎の塩焼きとか食べて歯に詰まっちゃうんで、あんまり好きじゃないんですけど、まあシンプルなね、塩味の炭火焼きのね、ああいう美味しかったらしい。まあそれはそれでよかったですけど、まあだけどね、楽しかったですよ。やっぱりね、ちょっと1日目ね、一人で運転してったらね、やっぱ疲れちゃって、まあ200何十キロ、約300キロ弱なんですけどね、ちょっとやっぱりまあまっすぐこう一人で運転していくとね、途中でね事故渋滞とかがあったりなんかして、ちょっとね行くのも手間取ったんで、でまあ風呂入ってゆっくりしてなんつって思ったら、すぐ晩ご飯の時間になっちゃったりなんかして、
こう休む時間もなかったですからね、ちょっと疲れましたけど、だけどみんなでね、まあ宴会やってで歌い慣れない歌も歌いましたりね。ギーちゃんがねなんかやっぱなんかすごい、ね、デスパシードとか歌ってましたけどね、これ変わっちゃった。まあみんなやっぱり芸持ってるなみたいなね。もう新谷くんなんかも歌うまいしね、一さんも歌うまいしね、まあ皆さんねやっぱりそれなりのピンチだった人だからね。まあ歌ぐらいはちょっといけたりなんかするんでしょうね。それでね今日はあの、まあ、明日の告知ね、明日夜あのライブやります。まあねぜひそのお暇な方はねあのうちのサロンに来ていただければ、まあ基本はあのギーちゃんと2人でやる予定ですけど、まあその場その場でねまあいらしていただける方がいたらねあの一緒にできたらと思います。本当にね今回もね行く直前にあの差し入れくれしていただいたね、あのまあちょっと顔を出してちょっと出せないんですって言ってたんで、まあお名前もどうかと思うんでお名前も伏せておきますけど、いつもありがとうございます。なんかたくさんいただいちゃったので、もうほとんど飲みだ私の飲みしろがあの差し入れでなんかどうにかなっちゃってるみたいな感じになっちゃった。ぜひねまあなんかねこうまあやっぱりライブやるのになんかあのこう擬態みたいのが必要なのかなとか、なんかねあるべきなのかと、ちょっと私もちょっと考えまして、どうなんですかね今までまあいろいろこうちょっといろんなことでいろいろ相談事とかこう受けてきましたけど、まあ昔からねこうちょっとそういうののまあ相談受けた話だけだと、あの相談だけのねこんな変な相談したやついるんだよみたいな話で終わっちゃうんで、そういうの結末もね、こんな結末になりましたっていうあれもくるめて、ちょっと明日お話したいと思います。まあちょっと今日はねまあ明日の告知みたいな告知のみみたいなことで、簡単にお話させていただきました。だからね遊びに行きたい人とかちょっとまあ本当のとこはどうなんだとかってね、例えばお前はどうなんだみたいなねあの塚本おめえはどうなんだよみたいな、まあ、いつもなんかお前人のこと言ってるけどおめえどうなんだみたいなことでも結構ですよ、お話ししたいと思います。ではねじゃあ明日ライブお楽しみに。